こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はヨトウムシ対策をしていきたいと思っています。今年はなぜかヨトウムシがたくさんいるような気がします。コメントでも今年はヨトウムシが多いですよっていうことを教えていただきましたけども、昨日定食しましたキャベツの苗にヨトウムシ対策をいくつかの種類でやってみたいと思います。まず一つはクンタンをかけました。もう一つは卵の殻を株元にかけてみようかなと思っています。そしてコメントで教えていただいたようにペットボトルの上下を切ってかぶせる、外からヨトウムシが入ってこないようにペットボトルで囲ってヨトウムシ対策をするといいですよということですので、それもやってみたいと思います。今年ジャガイモの芽出しをした苗をジャガイモの種から取り出して、苗だけを植え付けたジャガイモにヨトウムシが来て、こんなにジャガイモ食べられたことはなかったんですが、葉っぱをもうほとんど全部食べられていました。もうこれは食べられたら復活無理かなと思ってましたところ、それでもちょっと助かる分は助けたいと思って EM 活性液をかけたり、活力つけるためにアミビタゴールドかけたり、ソイルサプリエキスをかけたり、お酢をかけたりとか、毎日ではないですが時々かけて元気をつけようかなと思ってやってましたところ、ジャガイモに脇芽が出てきだしました。復活するのもあるかなと思っていますので、それをちょっと見ていただきましょうか。もう芯も全部食べられたので無理かなと思ってましたところ、このように脇芽が出てきだしました。これももう復活しないかなと思ってましたけど、葉っぱが出だしましたので、ここなんかはもうかなり脇芽が大きくなりつつあります。これも脇芽が見えかけてますので、こちらも脇芽がだいぶ出だしました。このようにして何本かは回復するのがあるかもしれませんので、また気長くこれは手入れをしていきたいなと思っています。思ったより回復しね、8割は大丈夫かもしれんね。8割まで行くかどうか分からんけど、もう半分以上は大丈夫やね。全然ないのもあるけど、ここらもう枯れ中ということよね。ないのほら、そういうとこもあるけど、上残っちゃうやつは結構出てきるね。穴はあるけど、植えた穴はあるけど、なんでないがやろね。それも枯れたかじゃないの。全部食べられたのか。これやっぱ根がちゃんと張っちゃったというかが大きいのかね。根が大事やと思ったんで、根の張るようにはしました。ジャガイモを復活させるには根が働かないと復活が難しいと思って、株元というか全体にお酢をかけたりしてますので、引き続き手入れをしてどこまで復活できるかをやっていこうと思っています。ご心配をおかけしました。ありがとうございました。それでは今から卵を砕いてキャベツの株元にかけたりしていきたいと思います。こちらの卵の殻を使おうかなと思っていましたけど、袋の中を開けてみますと細かい砕いていますので、もう卵の殻っていうよりちょっとこれではヨトウムシが上を這いにくい状態ではないと思うので使うのやめます。今から卵の殻を集めていましたので粗く砕いてそれを使っていきたいと思います。ここに卵の殻を入れてありますが、これを粗く砕いていこうと思います。もっと砕かんといかん。こんなもん、もうちょっとある。粗すぎる。卵じゃない。こんな大きいもん、潰さんと。大きいでもええやん、虫も大きいけど、あんまりちっちゃくするよりええことない。虫大きくない。3センチもあるの。2センチから。ちっちゃいのも大きい。あんまりちっちゃくしすぎたら意味がないじゃない。この上を這いにくいような状態の大きさにせんと、こんな殻があったらこの上入るじゃん。けどちっちゃくしすぎたら、あんまり細かく砕きすぎてもいかんけど、サラサラになるというか、デコボコが出んやん。これぐらいにする。はい、じゃあこれを持っていこうかね。ペットボトルの上と下を切ってキャベツの
苗の周りに埋めていこうと思いますが、コメントいただいた方のお話によると半分埋めて半分上に出しちゃったらいいのかなっていう感じですが、それと苗が大きくなった時点で抜いてもいいんですが、ここを一応切り込みを入れましたので抜くときに抜きやすいかなと思ってちょっとだけこういうのをやってみたいと思います。それでやったら、上からも入ってこれんし、地面の方からも潜ってって言ったらその埋め中分結構潜らんと入れんやん。だから効果はあるかもしれんね。よとは土の中潜り出したらなんぼでも潜る。不幸に潜るのか。潜る、それは潜る。不幸に潜ったらいかんき、落下性の時もかなり下の方におった、おった、潜ってね。まあそしたらそれを差し込むやつと、それの上に卵の殻を入れたやつと、それと卵の殻と3つで、まあ、クンタンと入れたら4つをテストするようにする。はい、はい、それでは今からやってみたいと思います。ペットボトルをこの苗の周りに埋め込む方法がコメントで教えていただいたんですが、このようなやり方でいいんでしょうかね。中に入れます。入れて、これはもうペットボトルだけで卵の殻入れずに、ここもこれは切り込みを入れてないけどいいかな。それもいっぺんやってみて、切り込みなしでもどうか、うん、早めにそれは逃げないからね。大丈夫、一緒で3つを卵なし、はい、あとちょっとペットボトルが小さいですけど、これを中に卵を入れてみたいと思います。卵の殻を、こんなもんかね。こんなもんと思う？ちょっとこんな初めてやき、ちょっとわからんけど、まあ、あんまり長くは置くとこのキャベツの根が横に張りにくいですので、そんなに長くはできないと思う、まあ、キャベツの根が下に降りてペットボトルより下がれば横に広がることはできる。そうやね、そうするかな。カルシウムが入ったら柔らかくなるやろ、あのカルハードはね、これはそうでもないが、これはわからん。卵の殻もカルシウムやろ。カルシウム、まあ大きくなる、じわじわ溶けてくるけど、そんなに簡単に溶けんき、急にはそんなにすぐに効果は出ん、急に大きくなったりとかいうのはないと。あとは卵の殻を置いてみたいと思います。2列上中列の奥側の畝はやらないよね、東側はもうクンタンだけでそのままで様子を見ます、こちらの反対側の分についてちょっと卵の殻を置いてみたいと思います。今朝来てこちらの畝を上げてキャベツ植えようかなと思ったんですが、昨夜結構雨が降ってまして、土がまあもうこれぐらいになったら上がるかな。今朝来た時はちょっと畝上げるには土寝るかなと思って用しなかったんですが、ちょっと雨降ってないのでちょっと上がるかもしれません。こんな感じで残り卵入れますか、卵入れて様子を見る。西側に卵の殻、そして卵の殻とペットボトルのダブル効果で西側にやってます。東側はもうもみ殻くんたんだけでやっています。効果がどれが一番いいか、まあペットボトルは6個しかない菌、分かりにくいかな、6個ぐらいでは、はっきり分かるわけじゃない、分かるろうかね、これで効果が現れたら次からはそれの対策ができると思います。気温も下がったのでトトムシが動きが鈍くなる可能性もある。まあけど白菜巻くときらでもほら、キャベツ巻くときら出たりするけど、まだまだヨドムシ動く、そりゃそうや、そうです、活動がちょっと弱まるかもしれんけど、はい、これで期待を込めてお世話をしていこうと思っています。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。これももう復活しないかなと思ってましたけど、葉っぱが出だしましたので、
ここなんかはもうかなり脇芽が大きくなりつつあります。もう枯れ中ということよね。ないもん。植えた穴はあるけどなんでないがやろね。それも枯れたかじゃないの。全部食べられたのか。これを粗く砕いていこうと思います。ペットボトルを苗の周りに埋め込む方法がコメントで教えていただいたんですが、このようなやり方でいいんでしょうかね。期待を込めてお世話をしていこうと思っています。